たおやかインターネット放送がお送りするメモリーミュージック。こんにちは、メモリーミュージックのナビゲーター伊能です。今回も引き続きスティーブ・ジョブズを特集します。
ジョブズはプレゼンの神、天才などと言われ、アップルの製品発表の場ではいつも華麗なパフォーマンスで人々を魅了していました。そんなカリスマだからこそ伝説のスピーチが可能だと思われるかもしれませんが、スタンフォード大学でのスピーチに限って言えば、内容にしても構造にしても非常にシンプルで、私たちでも十分に真似のできる構成になっています。例えば内容面を見てみると、学生時代のドロップアウト、起業家としての挫折、九死に一生を得た経験と、さすがにドラマティックではありますが、基本的には自分自身の日常生活とそこから学んだ教訓を語ったものです。ジョブズがスピーチで紹介した話は自らの実体験、どこかで読んだり聞いたりした話よりも自分自身で経験した出来事の方が数段説得力が増します。ジョブズは自らの失敗、苦悩、葛藤を包み隠さず率直に打ち明けています。普通の人であればプライドや羞恥心からここまであからさまに過去をさらけ出せないのではないかと思います。あるいは自分のことを大きく見せようとして成功話や手柄話をとうとうと話してしまうことすらあります。そうそう、飲み屋での上司とかそんな感じですよね。しかしジョブズはあえて自分の弱さを語りました。それはジョブズなりに聴衆に思いを馳せたからなんでしょう。大学を巣立ち、これから社会の荒波に揉まれながら自分の夢に挑戦していく人たち、いつか世の中を変えるかもしれない若者たちに、自分が伝えられる精一杯な話をしようと思わなければ踏み込んだ話はできないと思います。社会に出るタイミングで心からこれが好きと思うような仕事に就いている人はそう多くはありません。これからどんな人生を送るべきかは迷うことも多いでしょう。それに対してジョブズは、自らの心の声が全てを知っており、その声に従いなさいと言いました。私たちがうすうす気づいていてもなかなか実行することができないことを、彼のメッセージが後押ししてくれています。あのジョブズが自らの弱さに触れている、そして自身が 100% 信じていることを語ってくれる、自らの人生を俎上に乗せた渾身のメッセージは聴衆の関心のど真ん中に突き刺さりました。それではここで曲をお聴きください。
スピーチはメッセージが明確でした。具体的には直感、内なる声、自らの心に従えば価値あるものに出会えるということを伝えています。そしてその心に従ってやっていた一つ一つが一見関係ないことのように思えても、その点と点はいつか必ずつながる。自らの心に従って愛することをすれば、素晴らしい仕事ができるし、辛いことも乗り越えられる。そして何よりも真の満足が得られる。いつかは訪れる死を意識して、今日が人生最後の日だと思って生きれば、重要でないものが気にならなくなり、直感に従うことが怖くなくなる。今日が人生最後の日だと思って、何があろうと自分の心に従って愛することに取り組めということになります。これが全体メッセージであり、ジョブズはハングリーであれ、愚かであれというフレーズに置き換えて伝えました。これらを自らの主観的な経験で語っているので、聴衆を引き込み感情を共有するのに非常に効果的です。注目すべきはメリハリの効いた流れになっている点です。まずオープニングでしっかりと聴衆の関心をつかんでいます。ジ
ジョブズは大学を卒業しておらず、この場が自分にとって最も大学の卒業式に近い経験だと最初に述べました。これはその後に続く話の頭出しでもあるんですが、冒頭のこの率直な話に聴衆はえと思ったに違いありません。そして今日は3つの話をする、ただそれだけだとあっさり本題に入ります。潔いまでのオープニングの短さ、シンプルな話の構造に聴衆はジョブズらしさを感じたのではないでしょうか。予告通り3つの話を語った後、最後のクロージングではハングリーであれ愚かであれと全地球カタログ最終号の裏表紙の言葉を引用して締めくくりました。ジョブズのスピーチは全体のメッセージと個別のメッセージが明確で、かつその関係性が論理的に構築されています。またストーリーを用いて聴衆と感情を共有し、話の流れにメリハリをつけています。論理性を保ちながら聴衆の感情に訴えるスピーチのまさに恒例でした。このスピーチを冷静に分析して真似することができれば、自分にも伝説に残るスピーチができるかもしれないと思いませんか。でもスピーチの根底、人の心を打つ要素はスティーブの中の裏打ちされた信念や熱意があってこそのものですよね。まだまだ人生薄っぺらな私にはやっぱりちょっと難しいかも。構成より何より、まずジョブズの生き方に少しでも近づけるようにしたいですね。今回もスティーブ・ジョブズの特集をお聞きいただきました。ではまた次回もお楽しみに。